JR 神戸線大久保駅は3月のダイヤ改正で大きな出来事が起こります。まず大久保駅っていうのは山陽新幹線の停車駅西明石駅の一つ姫路寄りに隣にある駅です。この区間を走る電車といえばやはり何といっても新快速、最高速度130キロで走る姿はまさに化け物で、新快速は西明石の次は加古川駅に停車します。大久保駅は全ての新快速が通過するということです。特急という種別は当たり前ですが、新快速よりも上位種別のはずですよね。ですが大久保駅はなんとまさかの新快速は通過するのに特急は止まる駅ということになるのです。2019年に運行を開始した大阪から姫路を走る特急楽々播磨は2021年の3月から新たに大久保駅にも停車し、大久保駅は新快速は全て通過なのに一部特急は停車する駅になるのです。新快速はもはや特急をもしのぐ種別になってきているというわけでした。